始まったかな。こんばんは。こんばんはか。こんばんは。集まってるかな。見えてるかな。じゃあ行きますよ。こんにちは。岡本ひなです。みんな見えてるかな。はい。久しぶりの乃木曜日ということで、ちょっとすごくワクワクしております。ありがとうみんな。じゃあまず早速宿題やっていいですか？リリアちゃんからの。耳が見えない？嘘。あ、こういうことか。あ、そっちの耳か。ごめん。見えないね。ちょっと久しぶりなんだけど。はい。次回のメンバーさんへ、私と遊びに行くならどこがいいですか？っていうことで、一緒に行きたいです。リリアちゃん嬉しい。本当に待って、嬉しい。私はもうこれずっと言ってるんですけど、リリアちゃんと沖縄に一緒に帰りたいって話しててずっと。そう、やっぱリリアさんの地元沖縄に一緒に行って、でひなはずっとやりたいって言ってるんですけど、一人でやってって言われてることがあって、そのマリンスポーツやりたくて。わかります？マリンスポーツ。なんかそのなんだっけ、こうジェット機とかに引っ張られながら、私たちバナナボートに乗ってこうブンブン引っ張られるやつこうバナナボートの上でこうバランス取るやつをすごいやりたくって。ひな、そうそう。でもね、そう、アルノとね、リリアちゃんと行きたいって話してたんだけど、二人とも断られちゃって、見ててあげるよって言われました見てたら見ててくれるらしいですそう、やりたいんですよね。ということで、リリアちゃんバナナボート乗りましょう無理やり乗りたい乗りたい乗りたい、アルノ乗ろうねジェット機じゃないか。何ジェット機って。なんだっけ守りたいこの笑顔って。そう、なんかね、引っ張られるやつ、速いやつに。そう、乗りたいんだよね。はい、乗りたいです。それでは、ここで、乃木曜日選手権があるの、秒で落ちるだろうって書いてあった。間違いない。落ちますね。開始3秒で落ちちゃう、あるちゃん。はい、ということで、今週、乃木曜日選手権、ゴールデンウィンキュー、連休トランプ、これ、なんて言った私今。なんて言ったかな、噛んだ気がするし、噛んでない気もする。ゴールデンウィーク、連休トランプ。噛んだかな、どう今の甘噛みでいいはい、説明しますね。まずは、今週の競技はゴールデンウィーク、連休トランプです。トランプを引いて出た数だけ休めることにします。1枚引いて休みが足りないなと思ったらもう1枚引いても OK です。ただし今年のゴールデンウィークは最長10連休と言われているので、引いたトランプの合計が11以上になったら休みすぎなので失格です。もっとも10連休休み、10連休近く休めた人に素敵なプレゼントが贈られます。ですって。そんなん一発でひな10引いちゃいますよ。あ、ありがとう。ちょっと噛んだかな。ひなちゃん推しだよ。だって、ありがとう。嬉しいよ。いくよ。引きますよ。せーの、ドン。どう ?9!9 引いた、9! わーい。え、ここで1引くのリスキーだから、ひなはここで9って書いて、あれ？名前どっちだっけ？間違えちゃったかな？こっちで9でいいのかな？どうなんだろう？違うかも。違う。あ、名前でした。ごめんなさい。9って書いちゃった。もう、じゃあここにひーなって書いて、逆って書いとこう。ごめんなさい。最初に間違えました。久しぶりだからね。許してー。許してー。許して許してー。9日休みます。9日あったら、ありがとうございます。9日あったら何しようね。
まあ3日間ぐらいは実家に帰って、その後沖縄でバナナボートかな。はい。まあいいね、世界旅行ね、いいよね。あとはゴールデンウィークどうだった？私ゴールデンウィークないよ。ゴールデンウィークなしです。ゴールデンウィークなかった。あ、いいね、調べ毎日見たいね。わかる、耳が見たい。え、どうしたらいいの？だってえ、どうだろうね、何しようんだろうね。毎日焼肉太っちゃうよ。どこも行ってないの？行ってない。あ、でもね、一日オフがあって、あとはね、あれ、うん、夜はね、お仕事終わりに先輩とご飯行ったりとかした。ね、なおとね、公園でね、マクドピクニックとかしたり。あとだからね、夜はね、嬉しかったんだけど、林さんとね、ご飯を誘っていただいて、やくぼさんと3人でご飯会したりとか、あ、そう、林さんからはね、ホワイトデーで、そのね、恐竜のマグカップとかもらいました。めっちゃ可愛い。や、でも、本当嬉しい。まだ大事すぎて使えてないんだけど、そう、嬉しかったの。あとはね、最近だと、たまみさんとご飯に行きました。あ、これね、すぐみんなに報告したくて、ずっとね、ドキドキしてた今日のゲーム配信。たまみさん可愛かった。目の前にたまみさんいてさ、目の前でいるのにさ、どうやってご飯食べたらいいか分かんなくなっちゃったんだけど、でも全部美味しかった。一番可愛かったたまみさんはね、なんか、これ食べれるかな？量多いねって言ってて、ちょっと食べれなかったらどうしようとか言ってて、でもね、すごい美味しくってね、たくさん食べたの、私たちが全員で。そしたら、食べ終わった後に、あ、全部食べきれちゃったって言ってたの。すごい可愛い。何あれ、もう。本当に可愛かった。本当幸せでした、私。本当に幸せだったの。写真集も楽しみですね。はい。そう。え、私も写真集のレポしたいよ。本当幸せだった。あ、セラメの話を今日はね、あとの20分セラメの話する。さすがに至りすぎ。どう思うみんな。でもリアルミーグリの話もしたいね。リアルミーグリどうでした？どうでした？ありがとうって、こちらこそありがとう。楽しかった？嬉しい。すごい、ちょっと待ってね、右と左に、ね、コメントが出てくるからね、ちょっと今一生懸命右と左をね、おありがとう、ポストカード買ってくれてありがとう。お、アルノが池田くんと、あ、そうだね、アルノのめっちゃ嫉妬してたらしいね。全く言わないんだけどね、私たちにね、びっくりしちゃった、可愛かった。リアルどうだった？ひなはすごい楽しくて、何時間あるんだろうあれ、本当に一日があっという間に終わっちゃってさ、あと何部でも行けますよって感じだった。釣られた？よかったよかった。お洋服見たいです。お洋服見て、これ、すごく可愛いイヤリングを、ハンドメイドなのかな。でも最近の趣味はハンドメイド巡りで、かゆお迎えしました。はい、こんな感じです。そうなの、イヤリングかわいい。あ、これはね、この指輪はね、そのね、あのヴィーナス役のこのアンダーさん、私たちがお稽古に出れない間ずっと入ってくださってたヴィーナスとして、あのあやめちゃんから、飯島あやめちゃんから、あの千秋楽最後の日にあのいただきました。すごい嬉しかった。やっぱり、すごいね、素敵な方で。そう、たくさん褒めてくださって、ね、たくさん教えてくださって、
もう本当になんかあんな素敵な方いるんだって思うぐらい、私もあやめちゃんになりたいってぐらい素敵な方だった。嬉しかった、出会えて幸せでした。 そう、わ、ありがとう、銀髄賞みたいだね。 ありがとう。なになに、ちょっと待ってね、ちょっと。 ひなさ、声すごいでかいみたいで、そのリアルミーグリなんかめっちゃ声でかいみたいでさ、そのなんかテンション上がっちゃったのかな。でもともとの声もでかいし、ミュージカルやって余計でかくなってしまったってところがあって、やっぱ声張るじゃない。だから簿記の普段の声量もめちゃめちゃ上がってるし、楽屋とかでのね。 そう、挨拶とかもすごい大きい声でできるようになったし、その分ね、リアルミーグリの声がでかいでかい、私本当に。でかいでかい。そう。でね、そう、セラミの話に戻るんだけどね。はい。まあ、スターチームとムーンチーム2チーム制だってちょっと。なんかいるなぁ、なんかいるなぁ。圧がすごいんよ、みたいな。絶対その話してると思ってきた。誰だって、誰だと思う？誰でしょうか。富里奈央です。めちゃくちゃ嘘ついてる。これです。これです。中西春乃です。めっちゃ嘘ついてる。中西春乃。あ、バレてるバレてる。中西春乃。さっちゃんとあやでした。中西春乃です。井上凪です。もう本当にニーナのこと好きなんだから。乱入するって言って。絶対、配信ね、見ててさ。乃木曜日って決まった瞬間にもうさっちゃんが乱入するって乱入する。しかも絶対、セラミの話をしてるだろう、タイミングで。お米もね、二人ともセラミロスだもんね。私とヒナだって毎日ほぼセラミの話。毎日一緒にいるんだよね、最近。はあ、じゃあ、もう全部話して。ごめん、気まずいな。気にしないでいいよ。じゃあ、スターチームの話しよっか。ありがとう。え、まずね、私、好きで、そう、何が好きかっていうとね、なんか感情爆乗せっていうの？そうだね、なんかもうほんとね、涙が止まらなくなっちゃって、千秋楽好き見てでたんですす。けど、嬉しい。その、サツキが変身、ムーンとして、セーラームーンに変身した瞬間もめっちゃ泣いたし、その後の、 最後のさ、なんて言うんだろう、まあラストのシーンももうありえんほど泣いた。あそこね。頑張ってるし、もう演技がね、やっぱお稽古で見た時とかもう全然レベルが違うものになってて、似た似めった。ちゃ泣いた。しかもね、天寿さんとすいのません。ね、本当に素敵だったの。私大好きなしいんだけど、そこはリピート配信で、どこ？どこのカーテンコール終わった、挨拶し終わった後にさ、こうやってやってくれるとあこあそるこじゃん、ね、とかやっそてくこれるとこね。あるじゃん、あそこ本当に好きなの。わ毎か回る。毎回違うじゃん、天寿さんの動きが。そう、それが毎回毎回ね、二人のやり取りにキュンキュンしてた。ね、悪いよね。私はあとあやちゃんの組曲が大好きだよ。いや、そう、ね、本当に声が透き通ってるからさ、もう聞いてて幸せな、なんか心も透き通るよね。天然水みたいだね、あやあちゃんやのの歌必声。殺技をみんな聞いてほしい。わかる。いいよね。ドンってさ、感動しちゃった。なんかやっぱ言われさ、て。本当に素敵で、なんかあやのマーキュリーだから、ひなは引っ張ってもらえたなって。ニヤあニヤるニし、ヤ。まあ、あやのマーキュリーすごあいよ。と「運命のあなたへ」の前のセリフも大好きだよ。本当に嬉最高しい。だったよ。25。はい。25。絶対伝わんな。伝わんないけど、それも。本当に楽しもう存分話してください、あもうなたは。存分。はい。どうしよう。何から舞子話しさん、た舞ら子いいさん。の？舞子さん、舞子さん、舞子さん。まゆこさんは、ひなはね、本当にそうなんだけどさ、その、毎日さ、お稽古場でさ、この、まゆこさんが入ってきた瞬間ってさ、おはようじゃん。そう。で、みんなにさ、おはよう、おはよう。で、
すごい元気が出るの。いつもこうやってさ、気づかないで後ろに行っちゃった時とかにね、マユコさんに背中ポンってされて、おはようって言われたの。おはよう。ね、すごい元気出ると思って。おはようなの。そう。もうそのね、あの、マユコさんって元気出る。わかる。もうね、気持ち晴れるってさ、あのおはようがないと頑張れなくなっちゃった。本当に。人間知恵のはもうわからない、あれは。本当にすごい楽しかった。正解あるんだよ多分ね。やろうね、うちらでもね、うん、今日やるか、ね、だって人間さ、人間知恵のやりたいって言ってさ、うん、私あやのこと誘ってきたんだよね、うん、だけどどっか行っちゃったと思ったからさ、あお手洗いでも行ったのかなと思ったら、なんか紐みたいなの持って行ってよしやるわって言って、そうたらまゆこさんが最初さ、何これって言いながらやってたら途中から真剣になっちゃって昨日おととい動画見せてもらったけどさ、うん、本当にさギャラリーも面白いし、ね、本当にさ本人も真剣だし、なんていうの、なんかさ全員が全員さ、もう個性爆発してたじゃん、そうだ、ね、あの現場がね、そう、すごい元気、もうカンパニーの皆さんがね本当に素敵だったの。あ、どっか行っちゃったわどっか行っちゃったよ、まゆこさん、まゆこさんのことこっち見なさいって言われちゃったみんな楽しんでね、ひなのファンの皆さん、ありがとう、ありがとう、ひなのに大好きだよあ、大暴れしてましたね、あの子たちコメント読もうかなそう、私がね一番好きなシーンは武道会のシーンなんですけど、あの今回蒼井先生って方が振り付けをしてくださって、もうその振り付けが楽しくて楽しくて、もうね心まで踊る感覚、なんであんな楽しいんだろうって。そう、え、昨日あやちゃんが舞踏会でひなのダンスすごいって言ってくれてたの、え、嬉しい。あやちゃんってあのゾイサイト役のあかねあやさんなんですけど、言ってくださってたんだ、嬉しいありがとう。あかねあやさんは最初にひな写真撮ろうって声かけてくださって、初めて会った時その役と声の可愛さのキャップに本当にやられましたね。めちゃめちゃ低音でかっこいいのに普段、でもいつもはねちゃなっておはようって感じなんですよ、可愛い可愛いんですよ、まあ、すごいねみんな心まで踊るそう、心まで踊っちゃったうん、え、縦綺麗でびっくりした、縦嬉しい、本当に一生懸命頑張ったの。そう、慣れれば慣れるほどね先読みしちゃったりとかさ、いろいろあって大変でした、ね、でも縦のねなんか楽しかったですよ、初めて経験できて嬉しかった。そう、あ、クリアタイさん聞きたい出るかな、ちょっとお気づきの方いるかもしれないけどさ、なんかね最近ね声の調子があんま良くなくて、花粉なのかな、低いんですよね声が。そう、いきますよ、悪霊隊さん指が映らない声がね、でもね低音で歌うのもすごく楽しかったですよ。そう、いや、びっくりされたの、普段あんま低い声じゃないからこそびっくりされましたね、その演技中のあれは。どうだったひな魔族目曲ね、すごくね、うん、悔しいところもあるけど、千秋楽すごく楽しかったよこのさ最初の不思議な力があったのは選ばれた戦士だったからっていう歌詞がすごく好きでさ、それをさ歌っちゃうと言葉にならないからさ、なんかどうやって気持ちを伝えたらいいのか分かんなくて、でもそれをこう一番にこうボイトレの先生に言ってアドバイスいただいた時に、リンコさんに聞こうって思って、そのクイーンビリル役のリンコさんに聞こうと思って、どうやってやってますかって言ったら、歌詞一つ一つに情景を思い浮かべてとかたくさん教えてくださって、
あ、なるほど、だからあんなにセリフみたいに歌が聞こえるんだと思ってたくさん教えていただきました。だから不思議な力があったのを選ばれた戦士だったからのところ何回も聞いてほしいです。本当に頑張ったのそのレイちゃんとこのマーズとしてのこのここ気持ちの切り替えっていうのをすごく見て、はいありがとう、上手だった、嬉しい。でも本当にねプロの方々のたくさんの言葉をいただいてあそこまでいけたので、はい頑張った、ありがとうそういう情報もっと置いてほしい。ああなるほど、見逃し配信あと楽しめるところはライブパートでね、ライブパートでさこうすごい私幕中見てニコニコしてたねって言われるんだけどさ、毎回ねこう一緒にねこう大妖怪の輝きとかやってる時とかはいつも幕中でね皆さんがね踊ってるのすごい嬉しくない？でこう横向いた振りとかの時とかはいつも目が合って、でこうその手を伸ばそうと決めたわの時に私が手出すんだけど、そのグーってやると同じタイミングでねまゆこさんが幕からね出てきそうなくらい近づいてきてくれるの本当に出てきちゃうんじゃないかなって思ってで、 できてほしかったなそれに毎回爆笑してました。そう休んでてほしいのにずっと幕中から声援送ってくださって嬉しかったですね本当に。そうジュダイトさん舞台中すっごいかっこいいじゃないですか。もうオフの時めちゃめちゃ可愛いんですよはいやっぱりねなんか全公演見てほしかった、千秋楽だけじゃなくて。そう本当にそう優しくて、ルイさんはねいっぱいアドバイスくださったよ。そのネフライト役のレイさんはたくさんアドバイスくださいました。こううまくいかなくて、でもそれに自分の中でどうしようどうしようって思ってるところもひなって言ってくれて、ここできちょっとうまくいかないでしょみたいな、ひなこうなってるからもっとこうしてみたらって言ってくださるんですよ。もうそれをいざ本番とか練習でやってみるとすごい歌いやすくなってたり、こう自分の中でこうできなかった部分がスッてできるようになったりとか、もう、なんかすごい成長できたなって思いますこの期間本当に。たくさんのことを何も知らなかったからこそ吸収することしかなくて、捨てるものがなく捨てれるものもなかったから、そうだから本当に素敵な経験をさせていただきましたそうあとはあとはそっか、あとどうかな、あでも私ねナオのねジュピター大好きジュピターサンダーボルト、ほんとしびれちゃった。私までしびれちゃった、なおの日。お稽古中からずっと頑張ってましたよ。嬉しい。そう。今ね、一生懸命ブログ書いてるんです。でもね、伝えたい思いがありすぎて長く長くなりすぎちゃって。どうしたらいいかわからない。どうしたらいいのでもねこの期間でたくさんやっぱ5期のメンバーとも仲良くなれて、もともと仲いいんですけど、なんかより絆が深まった、それはムーンチームもそうだしスターチームのことも絆が深まったっていうか、それこそ最近本当に毎日さっちゃんといるし、なんだろうな、なんかここ良かったあれ良かったとか言い合うだけでもすごい楽しかった、毎日が仲良くなりましたね本当に。あやばいやばいやばいね、そうみんな次のメンバーに宿題出そうって大谷ありがとう、ごめんね時間配分が本当に下手くそで。最近ハマってることありますか、だって最近カメラにハマってますよ私は。今日もカメラ目さん巡りをね2時間でね5店舗もありました。
すごくないですか。じゃあ次のメンバー発表していいですか。はい、次回のメンバーは小川彩ちゃんです。さっき来てくれました。あ、消すのがない。あ、ごめんなさい、ありがとうございます。さっき来てくれましたね。あー、いや、あれ、嫌が書けない。ちょっと待って、日本語あ、これか。じゃーん、たまに忘れますよね、やって。で、ひーなの好きなところ3つください。ふざけられるかなあ。ちゃん見てるでしょ、さっきまで来てたんだから。10個でもいいんだよ。10個でもいいんだよ、あやちゃん。3つでいいの。だって、あ、自分の名前を失礼いたしました。もう乃木曜日忘れちゃった、ごめんなさい。台本も落としちゃって。よいしょ、はい、来ました。あやちゃんよろしくね。明日はひーちゃんが乱入するんですよね。いいね。乱入しよう。楽しかった。今日ほんとマシンガントークしちゃったけど、どうでした。どうでしたかな。なんか話し忘れたことないかな、ひな。あとなんかある、みんな。ない、ない。延長お願いします。ひなだって延長したいよ。あと2時間全然いけるよ。スクショタイムしてないね。スクショタイムしましょう。あ、やっぱ解散ポーズしとく。悪霊退散。あとはどうしよう。どうしよう。どうしよう。ちょっとみんな可愛いとこ使って。みんな可愛いとこ使ってね。可愛いとこだけだよ。嬉しい。 I love you って出た。ありがとう。 Me too。 ねえねえねえ。止まって、ごめん、うるさかった。ウィンクしてって出たからしたけど、下手くそなんだ。ハンメやめて。ハンメやめて。本当に守りたいこの笑顔。あ、ごめん、また止まるの忘れた。ごめん。ごめん。かわいい？嬉しい。あ、みずきさんの卒婚行くよ、だって。さっき私は写真集読み読みしてました。かわいかった。やだ、ハンメやめて。なんで？やめて。ちょっと、あ、どうどうどう、止まってるよ。どう、いけたでしょう。はい、どうでした。今日ひな落ち着いてたと思わない？だってすごい自分の中で落ち着きを求めてたもん。求めてたって違うかもしれない。なんて言うんだろう。落ち着いて話そうって思ってた。どう？どうなの？どうなの？ひな今日ね、朝4時に起きたの。なんかさ、そう。朝4時に起きちゃったんだよね。だから今ね、すごい深夜テンションなんだよね。そう。騒がしかった？本当に？いや、普段のひなどうなっちゃうの、そんなん言ったら。心配だよ。あ、そろそろバイバイだって。嫌だね。延長とかないのかな？ないよね。ないです、だって。うん、またやりましょうね。楽しかったですか？ちょっと、足りないですね、時間が。私から。よかった。アンコール配信したいですね。じゃあ、皆さんまたセレム見て、私も今日もセレム見ます。
はい、お疲れ様でした。お疲れ様でしたって、なんかどうやって切るんだっけこれ。全部また忘れちゃったやいつも忘れちゃうんだよなこれ。ちょっといろんなとこいじってみる。これで、あ、違うな。あ、これか。いけたいけた。はい、見つけた見つけた。じゃあまたまたね、みんなまた会おうね。それじゃあまたねちょっと待ってわかんない。あ、いけた。